皆さんおはようございます。熊高正宗です。7月6日土曜日です。今日は選挙戦最終日の戦いになりました。厳しい戦いに本当になってきました。相手候補もこの選挙戦最終盤になってきて熊高の追い込みをかなり警戒をして、昨日から電話での動員を始めたようです。そこまで追い込みましたけども、本当に接戦の状況ということです。熊高は動員をして皆さんに応援するしてもらうということはありませんし、できません。お一人お一人の意思によって熊高を押してもらう、皆さんが応援をしてもらう、こういった選挙をずっと続けてきておりますし、この選挙戦も私が31年間政治生活を送ってくる中で、やはり選挙から民主的な形で行わないと民主的な政治というのはできないというふうにずっと感じてきたからです。いわゆる組織選挙では誰かが頼んで動かしていく、その頼んだ誰かは必ず自分のためにしか動いていきません。そういったことは確実に私は認識できたんで、ぜひとも選挙から民主的にやって民主的な政治につなげていこう、まあ、そういった思いをしております。私は石丸市政の改革を確実に受け継ぐ、そういった意思で動いております。そして住民の皆さんの自治をしっかりと活用して、その改革と改善という中で住民の自治をそこに根付かしていく、これが私の役目だと思っておりますので、今回の大きなテーマは継続と改善、この2つになりました。石丸さんも東京で頑張って本当にいるようですが、この秋田方市の改革が進まないと、何のための苦しいこの4年間の政策実行であったか分かりません。私は確実にその厳しい改革を、まちづくりができる、それを確実に見通してその改革を、痛みのある改革をやっていこうということを考えています。昨日の朝、いつも敷敷というところを通っていくんですが、そこに石丸さんの実家があります。朝出る時もお母様の鈴江さんが素早く出て熊田が頑張れというふうに手を振っていただきます。熊田が確実に石丸さんの意思を引き継いでいるという意識を本当に持っていただいておるからこそ、熊高頑張れというふうに本当に走って出て手を振っていただきます。夕べも暗くなって、 その敷地というところを通って帰りましたけども、今度は暗いんで、ペンライトをつけてですね、熊高頑張れ、一日ご苦労でしたというふうにペンライトを振ってねぎらっていただくような帰りの受け止め方をしていただきました。確実に石丸さんの思いというのは私が受け継いでいるということを、その証としてお母様の鈴江さんが、石丸鈴江さんが応援をしてくれております。そういった皆さんと一体となってこの市長選挙戦っております。この選挙を勝たないと意味がありません。市長選挙は一人しか当選しないんですよ。市議会選挙のように何人もいるから、ここに入れとけば彼は大丈夫だろう
というふうな、あるいは彼女は大丈夫だろうというふうな思いで投票する人がいたら、これは間違いです。今回は一人しか市長選挙は当選しません。この度の選挙は YouTube を使っての選挙ということもありますけども、いろんな SNS、 いわゆる AI とかいろんなものを駆使して、私の選挙はスタッフの皆さんが、ボランティアの皆さんも多くの協力によってできています。本当全国から多くの皆さんが応援に来ていただき、秋高氏のこの政治の改革がどうなるかによって日本の政治も変わっていくという、そういう意識があるからこそ、全国から秋高氏に応援に来ていただいております。秋高氏が変われば日本の競りが変わる。まさに皆さんはその意識を持って熊高早々に応援をたくさん来てもらっているということです。少ない人数で効率的な選挙戦をやっております。動員ではありません。熊高早々の選挙は本当にコンパクトに、いろいろ新しい機器を駆使して行っております。これはこれから市役所の仕事をする上においても、効率的に少ない資源で、あるいは少ないお金でいろんな形を作っていくというのは、まさに新しい時代の取り組みになってきます。効率的な行政をやらないといけないこの時代に、人をたくさんかけて行動するという形が本当に新しい市役所の仕事に向いているんでしょうか。私はそういうことも含めて、今の時代少人数で効率的に費用をかけずにやる、まあ、そういった選挙戦も含めて新しい時代の取り組みというのを実態として実行しております。ぜひとも熊高早々に本当に秋高氏の舵取りをやらせていただく、このことが全国の皆さんの政治改革に応えることだと思っております。ぜひとも東京もつかみ、秋高氏もつかんで、日本の政治を変えていきましょう。選挙戦最終日、どうか皆さん本当に気を引き締めて一緒に戦ってください。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。